今回のガチャガチャはユニフォーム型マグネットです。イエイ。皆さん、コンプリート目指してじゃんじゃん回してください。そしてなんとじゃじゃん、あ、選手の、サイン入りユニフォーム型マグネットが何分の1かの確率で入ってます。もちろん、僕もかけましたし、本当に全選手入ってます。もしかしたら日頃の行いが良ければあなたの元にサイン入りのユニフォーム型マグネットが届くかもしれません。皆さん、まあ、当たりでいいかな、これは当たり目指して、頑張ってください。お願いします。じゃあ岡西選手、はい、あの岡西選手的おもろいベストイレブン作ってください。あー、オッケーです。じゃあこっち後ろから行きましょうか。じゃあ、うん、別にキーパーとか別に関係なくてことですもんね。別に誰がキーパーやってもいいですもんね、うん。やっぱ後ろだけやっぱちょっとしっかりしとかなきゃいけないんで、ふみ、まあやっぱしっかりしてるからね。で、今のじゃあフォーメーションでいきましょうか。やっぱ角、このチームで一番面白い男、三浦ワントップ。噛んでる三平君ワントップ。で、あ、その後ろにニキと山ちゃんじゃない、シャドウ山田陸選手。あ、いや、違う、川田だ。川田ここじゃないといけない。で、走るお笑いに貪欲なやつってことかな。これ結構ボソッと言う、これトシキのボソッと言うの好きやから、右の3バックの右で、やっぱ大宮で固めようかな、もっとここは仲いいし、アカデミーで、で元木もここでいいんじゃないかな、大宮ユース3バックで、まあ、フミがちょっとここでこういなしながらキーパー抑えながらバランス取りながら。難しいのボランチやな。ボランチってどういうやつですかね。結構冷静なやつになるのかな。頑張れる、やっぱゆずきとヤマトはやっぱこう運動量必要だから、若いやつの一発芸一発芸的な頑張り、一発芸用意。ボランチむずいな。あ、わかった、そうだね、冷静に突っ込むので、まあ、ショーと、あと一人難しいね。でもヤマちゃんはでもボランチっぽくないもんね、そういう意味では。あ、ヨシキとかどうですか。こうちょっと冷静やけど、ほんで、負けてるときは小泉クローザーはクローザー言わな。どうですか、皆さん締める。あれ、岡西さんは。俺監督。おー、俺監督一番面白い一番本当に締めるときは尾身さん怒られるぞ尾身さんにこのメンバー入れたら本当に締めるな尾身さん。じゃあこれが岡西選手的ベスト面白いイレブン、ベスト面白いイレブンじゃないですか。どうですか、もし、もっとこうした方がいいよってあればぜひコメント欄よろしくお願いします。 YouTube ハロー YouTube おもろいこと言えるじゃん。あ、もう一人クローザーと野沢秀。野沢秀はでもやっぱりね、本当はここに入りたくないけどここに置きたいね。この二人からいじられるのあんま好きじゃないけど、ここでやっぱちょっとこう三平さんと母ちゃん、三平君と母ちゃんのいじりを嫌ってるけど、でもやっぱあえてここで使いたいねっていう野沢はどうですか。こんな感じでありがとうございました。めっちゃ回してる、全然いけてる不安やって。でもさ、それでさ、意見があった方がいいっすよね。あ、あいつもっとこうした方がいいんじゃないだよね。9見てくれ、見てくれ、これが今回のガチャのハズレです。おい多分俺やろそれ
誰が外れや当たりやろ。そこまで自信持って言えないですけど、当たりやろ。当たりやろ、こんなん大当たりやろ。マジでメルカリとかで見たくない。